さあ今動画がいきなり始まってるんですけれども、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスでございます。ついさっき社長から電話がかかってきまして、何を言い出すんかなと思ったら、今からそっちに HRE の人が行くからさ、お前動画撮っとけよ。本当にいつもドキュメンタリーでやってますけども、段取りぐらいはするんですよ。今回段取りもなく、なんかよくわからず動画が始まります。で、話を聞いたら、どうもオートサロンに合わせて HRE から本国の人が来てて、まあ商品を見せてくれるということで、なんかすごい商品らしいんで、それを動画でお届けできるかどうかわかんないですけど、とりあえず動画で撮ってお届けしたいと思います。うわこれっすね、すごい。チームがないと綺麗ですよね。確かにこれがつなぎ目がないんですよね。はい、つなぎ目がこことインナー合わないです。なるほど。でよくみんなダイマグナル使ってますけど、この HRE のやつは HRE 専用でやってるんですよね、はい、というわけでカーボン面も全然違う。はい、でむちゃくちゃ軽い。デザインから2年ぐらいでようやくここまで全部たどり着いて完成したので。これアルミと比較してどのぐらい軽いんですか？これ同じように作れば同じぐらいなんですけども、強さでいうと全然違う。全然強いです、こっちも。なるほど。強度がめちゃくちゃあるってことです。で後ろもチタンで止めてあるので。あ、ここチタンなんですか？チタンです。でこれ裏止めをすることでナットの、重さもなくなるので、そこで軽量します、ね、こだわってます、めちゃくちゃあ、そういうことですか？めちゃくちゃこだわってます、はい。ナットがなしで、この直接ディスクに、はいはいはい、ボルトナットじゃなくて、ディスクの方に穴が開いてて、ボルトで止めてる。ボルトで止めてる、ボルトで止めてる。すげえ。でここにスペックもあり、はい、見えます、書いてあります。で今年はさらにサイズラインナップが増える。あ、そうなんですか。ちなみに今のラインナップとしてはどんな感じなんですか？今が20インチの 9J、9.5J、10J、 21インチの 12.5J と 13J です。じゃあ20、21だけなんですね。はい、22はないんですね。で今テスト、今日の、テストしてまして、それがもう通れば22がラインナップされます。あ、そうなんですか、はい。じゃあそこの辺やってるってことは、強度的にも自信を持って出せるものになってると、はい。なるほど。多分気づかれたと思うんですけど、はい、ここ止めてないんですよ。これも逆にプレッシャーポイントがこことこっちなので、逆にいら、そう言われるとそうっすね。逆にいらないんですよ、ここ。いらないところもちゃんとに軽量化するために肉抜きをして削ってる。これはデザインじゃなくて肉抜きのためのこの形。へえ、すごい。もう本当にボルトの状態で見たらすごい変な感じの。確かに受け、ね、のところしかアルミがな い, すごい。でここに関してはない、はい。まあ、見えないやつあるんですけど、大体裏から止まってたりしますからね、うん。あ、はい、そうです。もうそもそもない、ない。すげえ。で大事な部分は厚いですね、ここは。あ、ここが分厚いんですか、はい。なのでこれ3ピースの先端を取って入れることはできないんです、うんうんうん。あ、これ専用に作ったやつなので。じゃあこのリムに合わせてこのディスクも。そういうことです。なるほど。お高いんですよね。はい、いいものそうですよね、値段じゃないんですよね。はい、じゃあもうこの折り目も見ていただくと違うんですけど、はい、タイヤのビートが乗るとことかは違う、はい、ここも折り目が違う。あ、そういうことなんですか。じゃあ全部素材変えてるんですか？素材は一緒なんですけど、はい、あ、使ってるそのやつを変えてるんですか？この折り目が一番強度が出る折り目なんで、今ここはここで、ここはだから逆に言うと薄くてもいいんで。はぁ、すげえ。つなぎ目も多分ここで見れます。はい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 、はい、つなぎ目だ。隠れるところでつなぎ目を使いやすい。ああ、そういうことですね、はい。組んじゃえばつなぎ目がまず見えない、はい、インナーにもつなぎ目はないので。すごい。これ21の 12.5 なんですけど、はい、9キロぐらいです。9キロやばいっすね。やばいです。はあ。投げても遊べるっていうあ、そうなんですか。だと結構みんな心配するのは、これ万が一の時はもう交換しかないんですか、やっぱり。そうですね、まあ、万が一のことがないように、はい、なるほど、はい。リムだけでも出してくれるってことも、ちろん出せます、はい。これはこだわってるんですか？これもこだわってます。ロゴもこれ全てこだわってます。すげえいい絶対高いじゃないですか、これ。パトリック、いいにおこれ洗濯物も入るよと
さあ、というわけでドタバタだったんですけれども、 HRE 本国からスタッフが来てたのでカーボンリムを特別に見せてもらいました。まあ、意外にこういろんなメーカーカーボンリム出てますけども、それぞれ特徴があって、特に HRE のこだわり半端ないなっていうのが短時間でも分かったんじゃないかなと思います。というわけで HRE の工場潜入だったりだとか、あとオープンハウス今回全然取れなかったんで、まあ、今回こそは次回こそはバッチリお伝えしたいと思いますので、ボンドチャンネルのチャンネル登録と SNS のフォローもよろしくお願いします。